この作品は本当に歌舞伎が大変だった時代1986年に生まれたスーパー歌舞伎でございましてこれが来年38年の節目というか時を経てまた新たなキャストで上演させていただきます。 またあこの作品は新作歌舞伎スーパー歌舞伎ですけども私の父が務、えー、めた、えー、ということで数少ない、えー、親子で、えー、新作歌舞伎を再演できるということは本当に嬉しく思っております、えー、私が初舞台を踏ましていただいたのもこの大和武という作品の、えー、若竹というお役でおじい様の祖父の、えー、ビデオもたくさん見ておりましたし本当にこの大和武という 縁を持には憧れていていまさか自分がこのお役で、えー、大和健の大須信こと大須信美とのお役を、えー、させていただけるなんて本当に思っていなかったので今でもすごく実感が湧いているかというと難しいですけどもでもそれでもとにかく頑張って自分なりに研究をして、えー、稽古をして務、えー、めさせていただければなと思います。 私の父の家禄はこの初演の「大和尊」に武彦のお役で出演しておりましてそれからたびたびスーパー歌舞伎」には出演させていただいておりましたですね私の父が常日頃からこの「大和尊」の初演がどれだけ大変なものでどれだけすごいことを猿之助の遺産がなさったかという話はもう耳にタコができるぐらい何遍も何遍も聞いておりまして。 そんな作品でこの橘「えたちばな」「おたちばな」の二役を務めさせていただけることは本当に嬉しくてご縁を感じる次第です父が務めた役を僕がやるというのも新作では初めてということで本当に最初父にこの話が会社から行った時には喜んでくれてちょうどお前ぐらいの年の時にやっていたと。うちの親父が、えー 最初に勤めたのののもこの熊の弟、えー、それを僕がもう断固僕もやる時もそうですけど勤めてくれるっていうのは本当にもう60過ぎですからねそれをあんなに重たい衣装を着て、えー、本当対等に立ち回りをするっていうところでうんあの心配な部分もありますけどでもやっぱり。 何よりも歌舞伎は経験が生きる作品なのできっといろいろ教えてくださるだろうし親父もあもきっと支えてくださると思うのでそこは本当に何でしょうね親子だけどもある種先輩歌舞伎の先輩後輩としてえ本当にぶつかっってていきたいなと思ってます今度の出演にあたってたけるのしかもこの2役やるっていうことはすごく喜んでいると同時に大変だからっていうことをもう 口が酸っぱくなるぐらいでまあ福助の兄さんがまあ父は A ちゃんと呼びますけども A ちゃんも大変そうだったしやっぱりもうそれは気をつけなきゃいけない気をつけなきゃいけないっていうのはすごく言ってたけるをやる2人も大変だから本当によくよく気をつけなさいってことはずっと言ってくれていますでまあその今度金之助の叔父が熊澤たけるに出るということを一番心配しておりましてあいつ死んじゃうんじゃないかって <laughs> 心配ししてておりましてでも俺もまだ旗は振れるんだけどなと武、えー、彦のね、旗をどっかで振らせてやってほしいなと思うんですけど <laughs> 私が歌舞伎を好きになった理由にやはり祖父が本当に自分の中では大きくて、えー、そうですねこ、えー、今年の9月に亡くなられて、えー、でも祖父は多分どんな時も多分頑張れっておっしゃる方なので。 え本当にただただ頑張りますしえ大和ケルに関しては祖父のえビデオとかたくさん残っておりますので本当にこう「まねる」「学ぶは真似る」って祖父はよくおっしゃってましたけど本当に真似をして一つ一つ忠実にえどのように演じていたのかっていうのをしっかりと研究してえそういう意味で本当にじじにあ本当にすみません<スープ>祖父に似せてあのー この作品にあの挑めたらと思いますまあ今年は歌舞伎以外の舞台のオンディーヌから始まりまして「ファイナルファンタジー」とえー3ヶ月続けてスカートを履いているというまあ不思議な生活を送りましてまあ歌舞伎の方でもあの大阪で吉原狐、えー 9月は歌舞伎座で金閣寺の雪姫大きなお役をたくさん務めさせていただいたありがたい一年になりました。まあただ今年一年を振り返って一番大きな出来事は。えー、私の父の家禄がですね。あの重要無形文化財の確保時認定を受けまして、まあいわゆる人間国宝にならせていただきまして。まあ家の中にですね、国宝があるというのはなかなかですね。えー、大変な、はい、あの半径3メートル以内であのタバコを吸っちゃいけないというね。あ嘘ですよ、嘘ですよ、別にね、あの金閣寺じゃないんですから。えー、まあ。 あの我が家としては何も変わらず、今日もあも人間国宝に朝ごはんを作ってもらって、それを食べてまいりましたんですけれども、ただ、あの本当に嬉しくてあの、ありがたい出来事があった一年でございましたあの、いいことがあると悪いことがあるということもありますが、このまま来年もいいことがある一年にできたらと思っております。